さんこんばんは。こんばんは。今日はですね、何？リベンジマッチ。リベンジマッチです。ちょっとなんか前なんかボコスとか言って、なんか逆にボコされちゃったんで。そうだね。今度こそ勝ちたいと思います。いやちょっと前回も勝ったんで今回もボコしてやりたいと思います。それはダメですね。はい。ボコしまーす。ダメです。ダメです。ということでワンセットマッチやっていきたいと思います。ピッチアップで。アップ。ダウンで。コートこっち。コート。じゃあダウンで。よし、オッケー。お願いします。
負けた。疲れた。いい汗かいてるじゃん。はい、じゃあ今日の結果は春菜ちゃんからどうぞ。私から6-4で勝ちました。今日は何が良かった、春菜ちゃん、前回の負けと比べて。あつし君に、アドバイスもらってすごい良くなったので、勝てました。何アドバイスもらったの？なんかコースをもう少し厳しくするってことと、前に入って高いところで打つタイミングを早くすることです。はるなちゃん、あれフォアさ、結構落としてチャンスボール打っちゃうじゃん、けど今日さ結構決められたよね。疲れた。チャンスボールね、あれやっぱ決められるとさ強いんじゃない？そうだね。あとあれね、相手がどんなボールでミスしてるのかとかちゃんと見といてね。じゃあ相手がここ弱いんだなって思ったらそこはしっかり狙えるようにね。はい、よし。ってことで今日ははるなちゃんめちゃ強かったです。ありがとうございます。負けました。バイバイ。バイバイ。あずしくん止めていいよ。